こんにちは、つのこです。さあ今回も電波人間やっていきましょう。イエイエイ。そういえばイベント9回目でなんか不具合発生してたんですね。僕はですね、1回多分チャレンジを途中でね中断、ちょっと録画ミスってね中断してるので多分8回目になってて、昨日ね3回やったんですけど回避できたんだと思います。ということでレアキャッチから見ていきましょうか。いるかな。結構無敵出るね。マジ？また無敵出んの？しかも結構大きいな体格。無敵結構出ますね。まあキャッチしとくか。顔はそうでもないけど、これ体格でかいよな。ちょっとゲットしときます。危な。はい。どう？出てけ出て、大きいよねこれ。協力関係は信頼がないと成り立ちません。あなたは私を信じられますか？はい、信じます。あーそんなことなかった。結構体格でかいけど回避率3ということで、これ多分レベルが上がって3になったやつ、結構でかいと思うんだけどな。そうでもないか、並べてみたらそうでもないのかな。さてと、今日こそちょっとイベントを成功させたい。そうだ、じゃあ無敵を連れてきましょう、出征できるように。よし、それでは今日のイベントをやっていきましょう。森のキノコは誰のもの、なんだっけ、マタンゴモドキ、モドキマタンゴの証を、残り最後の一つの証をゲットするためにやっていきたいと思います。よし、9回目でも僕は行くことができました。でキノコのカゴだっけ、みんなめちゃめちゃ出てるらしいんだけど、でもまだあの入ったら全部倒してんの、ちゃんとカットしてるけど全部倒してる。出ないんだよ、しびれキノコのカゴ。前回の動画でねまとめてくれたんだけど、レアな装備とかも。しびれキノコのカゴもキノコのカゴも一個も手に入ってなくて、あれがあるとね証率が上がるみたいだから絶対的に欲しいんだけど、どうして出ない。出るか、落ち葉の山。ホックの花3個目だよ、ちょっとねえ、ホックの花じゃねえ、僕欲しいのキノコのカゴね。証し率が上がるっていう神装備頼むよ本当に。結構でもね、またんごもどき苦戦してる人、僕のお仲間がね結構 いらっしゃいまして、コメント欄に嬉しかったね、ちょっとあだよねみたいな。肩やね、2回目で全部できましたとかね、すごすぎでしょ2回目で証全部コンプするの。どんだけ証のパーセンテージ上がってんの。だからこの子たちもキノコのカゴ欲しいという。でもなんだっけ、マタンゴモドキがキノコのカゴ落とすのかな。だからどっちも欲しい本当に。なんかもうねえ、噂では全員に装備させてもあり余るほどキノコのカゴを持たれてる方もいらっしゃるみたいで、羨ましすぎるぜ、羨まけしからん。くそ、僕も欲しいです、毒マタンゴの証。そういえば、おすすめされたねトレジャー装備はコウタくんにしました。トレジャー装備ちゃんとね装備させてます、ありがとうございます。バラバラじゃなくてね、ちゃんとなんだっけ、全なんと証アップ装備にしました。あ、いるぞ、さあマタンゴモドキ頼むぞ、マタンゴモドキお願いします、出てください頼みます。僕のデコリに進めないから頼むよね、えデコリしたいんだよ僕、集めたいんです。まあ普通にね、証集めても、僕、キノコのカゴないからね、毎日3回絶対やっていこうと思うんだけど、イベント。ほんと出てくれよ。嘘でしょね。夢だと言ってくれ。なんか僕のやつだけおかしくない？なんか、いろんなね、動画の方も見たんですけど、作られてる動画の方々のやつも。もうキノコのカゴはもう、出現率がおかしいみたいって書いてあったんだけど、僕のやつおかしくない？なんかキノコのやつの出現率ちょっといじられてませんか？
ねえ、マタンゴもどきの証も出ないし、しかもね、あの何だっけあの花もぐらプレゼント枠は花もぐらで埋まってるし、まあ、自分がね、あの今回のイベントキャッチまでは花もぐらをちょっと満タンにしとこうみたいな。あ、ちょっと待って、こっちじゃない、しびれじゃない、え、しびれもさ証上がるかな、ちょっとすぐ、やった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 、これこれこれ、ちょっと待って、しびれキノコのカゴ、証上がるのかな証上がん、しびれキノコのカゴいっぱい持ってたわね、え、しびれキノコのカゴじゃない、僕キノコのカゴ欲しいのなんで3つもあんのこれ、しびれキノコのカゴって、僕3つ持ってたわ、知らない間にえ、キノコのカゴはなんでキノコのカゴが出てこないの、証がアップする神装備どうしてだよ、どうしてこんな感じになってんの、だからやっぱあのマタンゴもどきのなんかドロップ率おかしい、いじってあるでしょねえそっちじゃないんだって、僕が欲しいの、どうしてなんかおかしくなってんのしびれ、今度はね、ホークの花も出たし、しびれキノコのカゴもう2連続で出てたよ、キノコのカゴなんですけど、頼む、お願い、あー嘘ここで出てよ、キノコのカゴでもいいからさ、マタンゴモドキの証とキノコのカゴなんだから、僕欲しいの、じゃあ他バンバン出てんのに、松茸も出たよ、なんでそこだけねえ、まあね、僕のバグってない、なんか僕の電波人間バグってます、ちょっとバグりが発生してますかこれどんだけしびれキノコのカゴ出んだよ、キノコのカゴなんだけど僕が欲しいの、そっちじゃねえんだな、なんでこんな出るかな、キノコのカゴはなんでこんな出ねえんだ、なして出ねえんだ、でもまたさ、マタンゴもどきがもう出てこないんでしょうね、マタンゴもどき出る数少なすぎるよ、ちょっと証し率はだって 200% ありますよ、ブーストつけてない状態でも、さすが1日3回しかね、なんかあのジュエルで解放できるんだったらまださ、あの動画内で終わらせたいからやるんだけど、1日3回しかできないから、ちょっと早めにゲットしたいんだが、キノコのカゴもゲットしたい、ワンちゃんね、出てきたりするから、あ、いる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 、いるだけでいいよ、顔はこんな癒されるのにな、ねえ、もうみんなあの顔を使ってるよね、へい、煽りにも使えるよねあれね、はみたいなはっていう顔だもんね、うーん、地下もいいのいなかった、全然またダメだったわ、キノコ倒します、くそー、この子のレアドロップ、絶対出生だけでも良かったでしょうね、えあんな出生をねえ、あの解約するんであれば、主人公特性いっぱいつけたい、僕もよーし、 OK、 福引き券、あとはもう福引き券かな、ずっと、はいね、しびれキノコのカゴだけはいっぱい手に入りましたでまたホークの花が手に入ったっていう、なんだこれ、なんじゃこりゃ、よし、上限突破しときましょう、ちょっとガチャの方は後日にしようかな、できてねえかな、全部無敵、みんな無敵、一個は作ってみたいよね、やっぱ、よし、次も行きましょう、ブレイズウッドの証は出るのにな、ブレイズウッドの証が残ってますっていう人もいたね、そういえば、よし頼むぞ、出た、お願いします、マタンゴモドキ様、マタンゴモドキ様お願いします、キノコのカゴ証よろしくお願いします、うん、そっちじゃねえ、今ドキッとするドキッとするわ、あのアイテムが出た瞬間ドキッとする、ブレイズウッドの証、証出るんだけどな、証はバンバン出てる、
どうして出ねえんだ。ん、まずさ、エンカウントしないよね、本当に。なんなんだこれは。キノコにしび、またしびれキノコのが起きた。よし、多いぞ、ワンチャンある。さあ最後に倒したやつから出る予感。来る来ない。来る来ない。1秒の手のひら返し。お、いるぞ、いいぞ、頼むよ、出てくれよ、お願い、お願いだよ、もういいでしょ、そろそろ10回目、10回潜ってるよ。キノコのカゴも落としてよ、お願いだからさ。よし、あるぞ、あるぞ、あるぞ、あるある、キノコのカゴ、赤字。やった出た、よかった、動画になった、ありがとうございます。出てくれました、自力で全部やっと出ました。あ、よかった、出た、よかった。思わずね、あの机パン、こういう音が聞こえたか分かんないけど、机パンしちゃったよ。それぐらい出なかったからね。え、ちょっと待って、どんぐらい出なかった？今見れないか、今見れない。いや、よかった、あとはもう不具合、エラー落ちないようにしなくちゃ。いや、よかった、出た、ようやく明石コンプ10回目にしてできましたね。あとはキノコの、キノコカゴをたくさんゲットしたいんだけど、どうしてキノコカゴが出ないんだい。まあ、それは今までコウタくんってこの笑顔なかったんだね。初の笑顔だったんだな、これコウタくん。よし、なんとかクリアできました、これで。よかった。なんとか自力でね、明石コンプできました。やったね、よっしゃー。ようやくマタンゴモドキの証ゲットできたよ。これにて証コンプ、よかった。どんぐり、どんぐりの服、どんぐりベレー、どんぐりブレスレット、どんぐりパンツ、どんぐりのクル靴装備してみようっと。はい、今回の装備こちらですね。かわいい。どんぐりの服、証プラス 10%、 誘惑 5%、 特技がプラス 0.2倍、攻撃が 0.05倍、ちょっと弱いね。土属性に土攻撃がありになります。どんぐりの服が確か証だったかな。そうですね、証 10% の服は結構レアなので、これは絶対ゲットした方がいいですね。やっぱりこのどんぐりの服かわいいです。はい、やったね、イエーイ。帽子が前に張り付きお面みたいな状態だけど、ゲットすることができました。さあもう一回ね、ちょっとキノコのカゴのやつやっていきましょう。さあラストも言っときましょう。キノコのカゴを絶対ゲットしたい。誰から出るのかも実は知らないんだけど、マタンゴモドキからなのかな。なんかもう固定になってる気がすんな、中ボスたちが。なんか何回目からだろう、9回目か10回目からさ、ボスの位置固定になってない？全部変わってないんだけど。ここにここにいてさ、ここにイノシシいるよ多分。ほら、左上にイノシシいて、右上にコンドルいて、右下にキノコがいる。もうずーっと変わんないけど、ここもしかしたらもう固定化されちゃってるかもね、何回目からかは。マタンゴモドキの証苦戦したな今回は、本当に。でもね、本当の苦戦はやっぱ200回を超えてからってみんな言ってたからな、コメントでな。キノコのカゴ出ないかな、それより。キノコのカゴをいっぱい欲しいんですけど、本当に切実に証ドロップを上げたい、ベース証ドロップを。その方がね、後々楽になるから、絶対人数分欲しい。証超上げ上げパーティーを作りたい。
出るのが少ないんだよね、本当。単体しか出ないから、ほとんど。キノコのカゴ、どこに行っちゃったの、僕のとこのキノコのカゴ。カゴ出ないかな、チラ。カゴ。出るんじゃない？眠りマタンゴ？マタンゴモドキ出るんかい？マタンゴモドキまた出るんかい？ね、こういうのが先に来たらそりゃあね、ああなんかめっちゃ出るやんってなるけど、もう出なかったからね、本当に。突然出るっていう。でキノコのカゴも出てくれやね。キノコのカゴ1個も出てない。全部キノコ買ってんのに、全部こうやってね、あのカットしてるけど全部キノコ買ってるよ。うん、キノコ買ってんのキノコのカゴ出ないっていう。そろそろカゴいいんじゃないですかね。証いいっすよ。まあ証大丈夫です。カゴ出てよ、キノコもりもりちょうだいよ。なんか単体でねキノコばっかりくれるけど、もりもりのキノコが欲しいです私。はい、終わっちゃいました。キノコのカゴゼロ、11回やってゼロ。キノコはいっぱい落ちるんだけどな。いろいろちょっとアイテム見てみましょうか。まあ、一応イベントの紹介はこれで終わりかな。僕はもうあのキノコのカゴをゲットしたいから、毎日ね3回は絶対やりますけど、動画で紹介するのはこれがラストになるかな。よし、なんとか自力でゲットすることができました。よかったよ。イエイ、毒直し。やりました。ということで証の方は、あ、66分の2になったね。もう連続でポポンって出たから2になったけど、60、どうだろうね、55回ぐらいまでゼロだったからね。55回やってゼロだったから、まあ、そんなもんですよ。ここは、あ、でもこキングマタンゴも2個しかゲットしてないね。まあここら辺ボスだから、まあ出やすいか。他は5、7、8、12、11だから結構他は出たけどね。マタンゴモドキに苦戦いたしました。そういえばですね、経験値ゲットでもこう、ネズブタウサギの証をゲットしてね、証コップしました。だから入試タイツとか入試プリントとか入試の人形とかグリーンロデオとかオレンジトランポリンとかゲットしました。イエイ。はい、ということでちょっと見てみよう。どんな、まずホッグの花が3個、しびれキノコのカゴが6個、風邪ピキボディマヒボディ、普通のキノコが61個手に入ってますね。あ、でも幸せ値10上がるのいいなね。これで610上げられる、これは美味しいね。いっぱい出生してねってことでしょうね、このキノコで。で落ち葉の山は、30個。どんだけあるねんっていうぐらいありますけれども、はい、こんな感じでございました。キノコのカゴ欲しいんだけどな、なかなかゲットできない。はい、ということでじゃあプレゼント見ていきましょう。まあ4枠しかないからね、4枠しかなかったので多分花もぐらとかが多いのかな。見てみましょう。さあ花もぐらで埋まった。ここちょっとじゃあイベント終わったんでね、これちょっときれいにしましょうか。基本的に1人1個でフォロワー外さんからのやつはちょっと消しちゃおうかな。うん、名前があるやつだけは残して、まあそれぞれの名前を残していくみたいな感じでね、コレクションしていきたい。みんなの名前コレクションだからこれね、花もぐらで。さあこっから、あ、花もぐらの証来て、カエル戦士の証、おお、バーサク、あ、ねむこさんバーサクだって、あれ、ねむこさんってコメントくれた方かな。ねむこさんバーサクたけのこいいんですか、ありがとうございます。あ、しかもねずぶたうさぎの証も。あの僕があの経験値でゲットしたよって言って、嬉しいよって言ったやつ、
ね、すみません。まさかの、そしてフォロワー外からマタンゴボドキまで。え、ということは僕ゲットしてなくてもここでゲットできてたわ。ありがとうございます。昨日あのクソ枠が5しかないけど期待しちゃうとか言ったら、こんねむこさん、そして スノーさん、ありがとうございます。そしてフォロワー外からマタンゴモドキ、あなたが多分ね送ってくれたから、あ、この人もあの持ってないけど、あのもうここにプレゼント来てるから出してやろうっつって出してくれたのかもしれないね、マタンゴモドキがね。ありがとうございます。ということで受け取らせていただきます。ありがとうございます。もうあの大丈夫ですからね、あのジュエル使わなくて本当に大丈夫なんで、一括受け取り、はい、ゲットして、ま、しましょう。やったね。ということは、またまだ今ピューンとはならないか、次回のゲットの時に、なんだっけ、果物ゲットの時に、多分発動すると思います。ねむこさん、ありがとうございます。はい、ということでプレゼントのね整理もしときますので、多分ねこの動画終わっあの上がってすぐの頃はあの全然送れないと思うんだけど、あの時間がある時にね、ちょっと整理して、また3、40、50ぐらいは送れるようになると思うんで、またね花もぐら送ってもいいし、まあ、いろんなねあの島来てくださいのメッセージでもいいし、プレゼントでね交流いたしましょう。ということで、今回のイベントはこれで終わりにしようかな。まあ、キノコのカゴみんなキノコのカゴゲットできてる？僕ゼロなんだけど11回やって、はい、ということでよかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。Oh yeah.